さあ今回も信長の野望を創造戦国に視点やっていきましょう。さあ前回、長尾為景ではないな、この上杉景勝の元父と宇佐美貞光が、水により溺死してしまったというところで、その両方を受け継ぎましたね、景勝が、でその上杉じゃない方の景虎、北条景虎なんですけど、まだいないと思うから出てきたら、関東全部任せたいと思います。だ僕はね、謙信がどう思ったか知らないけれども、そうですね、例えばだけど越後の神、じゃあ越後守護かは景勝で、関東管領は景虎っていう分け方もうできなくはないんで、そうするっていうことを考えたことないのかな、謙信は。敵将捕らえたり。いやでも2つ与えるとでも権力が二分するから、うーん、そっか、無理か。逃げるなら今のうちだぞ、敵将捕らえたり。斎藤が滅んだ。よくやった。ここは貴様らの地獄よ、敵将捕らえたり。貴様はこれから切り取り自由ということで、自由に戦うがいい。本庄何をしている。敵将さあ、お化けした。我らそろそろ出陣します。あ、強い。全然あざい攻めないので自らの軍を率いていきます。援軍には、ああそうだね、景勝でも使うか。北条と景勝に行こう。おい、ふざけるなよ。一緒に行くぞ。さあ途中で合流でいっかな。あ、全員殺せと言われない。いいね、うん、よし、捕まえろ捕まえろ、どんどん。さあ敵には前と同じだけの領地をあげると言うんだ。そうしたら絶対にこっちに着く。よし、初陣だな。マジで今までどこにいたんだろう、見たことないんだよね。捕獲しました。さて我らの目の前に立ちはだかるのは鈴木家でしょうか。うん、ほらもうまた島津家でかくなってんだ。消しちゃおっかな本当に。島津家な、毎回島津家と戦うのは本当つまんないんだよね。止まれ、我が戦お見せしましょう。さて一気に行くぞ。出陣します。我が戦お見せしましょう。出陣する。これ見て思うんだけど、斎藤と、じゃあ朝倉と浅井って同盟してないの、してんの。なんで、あ、こいつ一旦どっか竹に寝返っても次朝倉に寝返ったのか。出陣します。我が戦、ふざけた野郎だ。ご覧に入れよう。我が戦お見せしましょう。敵将捕獲した、加勢いたす。皆遅れるな、囲い込め。よし、とりあえず取った。いやー、南部家やっぱ強いな。でもまだまだ無駄に勢力持ってやがるぞ。逃げることはできぬぞ。城下に火を放て。お前そこにずっといろ。かしこまりました。敵将捕獲しました。ここは貴様らの地獄よ。軍神の攻め耐えきれまい。敵将捕らえたり。なんでお前が言うんだ。分かっている、私が将来の将軍であることはもうみんな知っているはずだ。そう、歴史の教科書にも書いてある通りに、後のね、越後幕府がね開かれることでしょう。帰っていいさ。踊るぞ。朝倉ってこれで最後じゃね。よし、あ、織田と同盟切れてる。あー、もうそれは別に。加勢いたす。出陣するぞ。これで罪よ。なんで。え、元近いないの、長宗我部。出陣します。
こいつがついてなかった、さっき。あ、キラデオン。え、いるそんな人。これか。次男が継ぐっていう終わったな、あの家は。我らがどうということもするまでもないわ。手立ちいたしますぞ。いざ参ろう。我に続け。城下に火を放て。命を無駄にするでないぞ。軍神の攻め、耐えきれまい。敵将捕らえたり。そこでやったらだいぶ権力持つと思うんだけど、どうだろう。敵を追い詰めろ。騎乗する、騎乗する。城門を壊しましょう。我が戦お見せしましょう。城門を壊しましょう。ご命令ください。報告いたします、報告いたします。さあ、貴様には越前若さ北近江をあげよう。嬉しいだろう。さあ、織田との戦いも始まっているんだが、もうすでに終わっているようなもんだ。我に打てぬ敵なし。攻め込むよ。当たう者のみ後に続け。我が戦ご覧に入れよ。時間の問題だ。もう反抗もできないだろう。松平なかなかしぶといんだ。我に打てぬ敵なし。敵将捕獲した。出陣します。援軍出してあげたいな。出るどうするか。出たってか、どっか行ったな。いや、我らのね、長尾帝国もだいぶ広がってきたな。一体我らはいつ、あ、長野殿、一門の長森が継いだようですね。いたんだ長森、そんなやついたっけ。お、忠誠下がったぞ。え、強いじゃん長森、全然強いじゃん。政治が、政治的センスはないけど。山の内上杉家臣、成政の子、父の死後家督相続、神津攻略を企む武田軍に徹底抗戦を挑み、死者1600余、負傷数1000という損害を与え自害した。死んだんだね。そう、武田が悪いね。うん、武田が悪い。そんなのは、あ、だいぶ攻めてるじゃん。敵将捕獲しました。敵が我が領内に向かっております。敵が我が領内に向かっております。分断一本化するか、これきついだろう。どうしよう、和解するかな。ちょっとね、課題が見えました自分の。一旦ちょっと和解しよう。こいつめんどくさいし。空気最強のカードですよ。我ら、このうちにここまで行きます。兵を率いて、あいつら潰します。ご命令ください。報告いたします。まあ、そのうちに先月の収支です。その逆側が攻めれてればいいかなというような状況ですかね。さて、人をそろそろ上げるか。15、28OK でしょ。9、25か。大丈夫だね。この黄色はどこなんだ。斎藤か。斎藤広がりすぎだな。あ、武田に返そう。斎藤がちょっとでかくなりすぎちゃう。武田ちっちゃいな。上げてもあんま伸びないかもね。さあ、これで足りるでしょうし、彼らかな。89上げて、牧前とか中世大丈夫かな。あ、杉谷か。あのお坊さんどうでもいいよ。お坊さん、まあ、スナイパーだね。二方向から北条ら使って攻めるか。よし、君のパワー見て
見ようじゃないの。たく不甲斐ない武家だ。ここは貴様らの地獄よ敵将、捕らえたり。さあ今のうちに接近していこう。我らには勝てぬぞ敵将、捕らえたり。結局斎藤が城持つんだな。ん、官兵衛か、ああ織部か、まあいいや。皆さん詳細はね、ヘウゲモノをご覧ください。三好松永か。なんか昔三好をやった覚えがあるな。さてと、いつ切れるんだっけ。まあ、まだ到着しないからいいんだけど、住みづらい地だな。まだついてないんだよな。まだターンはある。伊達組み込まれてる。敵将捕らえたり。敵将誤爆した。敵将誤爆した。佐竹が破竹の勢いで持ってかれてる。敵将捕らえたり。援軍頼むよ。敵将捕獲しました。さあ奴らもね、強いとはいえ所詮は田舎者だ。捕獲したぞ。絶対に勝てる。我ら上杉の兵の力見せてやろうじゃないの。我が戦お見せしましょう。我が軍力お見せしよう。我が領内に敵が迫っております。たった2400で何ができるというのだね。さて私はいつ関東関連になれるんだ。敵将捕獲したぞ。遊びは終わりだ。戦場で華麗に舞いましょう。命を無駄にするでないぞ。よしよし、我らが将軍になる時もう近そうだぞ。取り囲み。あの2400どこ行ったんだ。あ、帰ってきてる。帰らせないもんね、取っちゃうもんね。敵将捕獲したぞ。加勢します。よし、敵将捕獲した。逃しはせぬ。できる限り進軍するか。弱まあ16歳だ、あんなもんだろう。お任せください。敵将捕らえたり。誰に与えるべきだろう城は。でも敵がいるってことなんで軍団的にはまとめちゃいたいから。ご命令を報告いたします。先月の収支です。事業を振り分けるか。お前はダメだ、戦闘員だよな。まあしょうがない。よし、あれなんか攻められてんじゃん。伊達、ああ攻めるって言ってたな。お前が帰る前にお前の武器を潰してやるよ。我が戦お見せしましょう。敵将捕らえたり。ここまで追い詰めれば団体で勝てるかな。我が落とす。この一撃に魂を込めよ。取り囲み。敵将捕らえたり。
ちゃんと抵抗してくるんだな。お任せください。先に出しとけばいいんだったか。攻め込み。我が戦お見せしましょう。敵将捕らえたり。我が戦ご覧に入れよう。さすがはもう南部の本拠地が目の前なだけあって強いな。ご命令を報告いたします。先月の終始です。そのあと単独でやってほしいくらいなんだが、裏とかどうなってんの今。今こんな状況ね。武田がようやく本拠を出してきたと。まだ武将足りてるっぽいからいっかな。佐竹はもうね、あっけなく滅んだね。南部が倒せれたら伊達潰しちゃおうかな。我が策、戦場を制す。逃げるなら今のうちだぞ。承知いたした。かしこまりました。敵を引きずり出せ。なんか城作ってんな、勝手に。しかも発展しないじゃないか。何作ってんだ勝手に。ここは貴様らの地獄よ。敵将捕獲した。こいつ勝てんの2000か。まあ一旦置いといて帰るか。出陣するぞ。あとはなんとかなるんじゃないかな。ご命令を報告いたします。敵だって言ってももう1万も持ってないでしょ。武将足りないかもね。そういえばちょっと少ないな。やりくりしてくれ、頼んだぞ。なんか配属してない城があるっぽいんだけどさ、どこ。いやそれ、ああそっか。新しくなんか任命するか。誰がいいかな。まあいいか、後ででいいや。よし、ここまで来たら助け立ちいたす。あ、こいつは南部に滅ぼされずに今までやってこれてたんだ。逃しはせぬ。奇跡だ。助け立ちいたす。あ、いいよ。さあもうそれは従属しますよね。ボロボロだもんね。今川取り込みましょうか。まあ、今までの功績を称えてね、城はちゃんとあげましょうね。あ、攻めてる。じゃあ帰ろっかな今すぐ。出陣するぞ。敵将捕獲しました。お助けいたします。敵将捕らえたり。さあこんだけ取れば十分だろう。帰ろう帰ろう。攻めてきたか。おい守れ。いない、しょうがない、守れ。承知しました。攻めてきたという疑いでこいつを殺す。いけないけどね。この信長にご命令を信長報告いたします。コロコロと報告係が変わるね。帰ったっぽいな。帰るか。我に打てぬ敵攻めてる場合じゃないっていうこと。捉えたり。あと、あと1条なのか。あーそこにあったんだ。めんどくさいとこにあるな。何が何でも上陸しないといけないのか蝦夷には。なんかすごいことになってますね。表情を始めます。報告いたします。
それでは新しく得た地に人々を任命しましょうか。吉藤君、ああしょうがない、一門がいるだろうからそいつらを連れて、ひっそりとやるといい。でもあと今川だね。今川君は不在かな。あれ今川いなくない？いたいたいた。姫もいないのか。もう駿府一条だけあげるよ。あとの家臣はすべて武田に寄り気となるように。よし、関係ないのに言ったかな今。大丈夫か。で、それらの地業は武田のものとしよう。やばいな、赤多いけど、まあうちに多分、伸ばすやついないと思うから本庄なら安全だろう。敵将捕獲した。敵将捕らえたり出陣するぞ。いや攻めるね。あとだってもう京都目指すだけでしょ。すぐだね。出るぞ。必ずや勝つ。出陣するぞ。とはいえ鈴木になんか本田忠勝がいたりして強いんだけど。よし、彼らを滅ぼせば我らも将軍として認められるだろう。逃がしはしない。敵将捕らえました。出陣する。戦へ参る。皆我に続け。いざ参ろう。あそこに援軍か。浅宮城。出陣します。敵将お待ちした。お味方が捕らえられました。同盟だといいだろう。とりあえず今の敵は細川と本願寺と鈴木であるからな。ヨシルコが討ち取られましたね。滅んだ達成。感じで無駄に強えな、やっぱり。表情を始めます。さあではまた次回お会いしましょう。報告いたします。